これが英知の部屋みたいだな。なんだこの冷たい感じは。死の匂いをはらんだ影がこの家を取り巻いている。なぜだ、何が起こってるんだ。誰に絵はがき出すの？学校のお友達？ううん、おばあちゃんに。え？あんな風におばあちゃんとこ出てきちゃったし、それにやっぱり気になるから。優しいね、みつきは。え？おばあちゃん思いだってこと。本当なら H 君で頭いっぱいなのに。そんなことないですよ。隠さなくたっていいのよ。そうよ、 H 君の逆さ文字の意味分かったのかしら。あー、早くしてタクト。そんな、まさか。あの時嫌な予感がしたのに、どうして止めなかったのかと思うと。今さらそんなことを悔やんでも始まらないだろう。でもせっかく幸せに暮らしてたのに、三人とも亡くなってしまうなんて。これも私たちの運命さ、受け入れるしかないんだよ。そんな、美月は英知に会うために。お前、そんなに歌手になりたかったんだ。うん、約束だから。 H 君との約束だから。私は H 君が好き。私の歌がアメリカの H 君に届くように頑張るから待っててね。私のこの気持ち、 H 君にちゃんと届かなくちゃ意味がないんだ。 H 君、 H 君、エイチ君。エイチがもう死んでたなんて、このことをミツキが知ったら
逆さ文字って、まさか。もうすぐよ。もうすぐ H 君に会えるわよ。ね、どんな気分？もう羽が生えて飛んでいきそうなんじゃない？うん、 H 君に会うためにずっと頑張ってきたんだもん。そう、あとはこのまま道なりに行けば着くからね。もうちょっと我慢して。はい。タクト、どうしよう、もう着いちゃうよ。どうしちゃったんですか？もしかしてパンクとか？いや、それが突然ハンドルを取られて。とにかくちょっと見てみます。私も。ああ、もうすぐなのにな。です。タクト、一体どこ行ってたの？ここで帰れ。え、そんな、なんで？なんでもだよ、とにかく帰るんだ。そんな、理由を言ってよ。理由なんかない、とにかく帰るんだ。やっぱり、H 君の家に行かない方がいいみたいね。ねえ、今日はここで帰りましょうよ。え、なんで？あの、死神ハンドブックに今日は縁起が悪いって書いてあったの。はぁ、あ、やめ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 、今日は中止にしようよ。今日がダメって、じゃあいつ？あ、来週にしよう。ほら、来週は人に会うのにいい運勢だってね。はぁ、あ、なんでもいいから引き返すんだよ。どうして？もうすぐ H 君に会えるんだよ。H には会わせられない。どうして？どうしてもだ。そんなひどい、どうしてそんな意地悪言うのよ。ああ、意地悪さ、どうせ俺は意地悪なやつさ。みつきちゃん、どうしたんだ？多分タクト君と話してるのよ。でもいつもと雰囲気が違うみたい。いいか、とにかくダメなものはダメなんだ、わかったら。いや、タクトがダメって言っても私は行く、一人でも。おい、そんな一人で行くって、お前そりゃ無茶だろ。なあ、戻ろうぜ、みつき。おい、みつき。もしかして、あれが、H君の家？おい、みつき行くな。とにかく今日はダメなんだ。ダメだ。俺はお前を絶対行かせないからな。あ、美月。この日のために生きてきたの。H 君に会えなかったら、今まで頑張ってきたことは一体何だったの？わかってる。わかってるよ、そんなこと。だったらどうして私の邪魔をするの？ H 君はもうすぐそこなのに。違う。そうじゃない。H はいないよ。いないんだ。言ってる意味がわからない。これ以上言えない。とにかく H はいないんだ。だから戻るんだ。なんでいないの？なんで？タクト、止めなくていいの？止められない。あいつのあんな顔見たら、俺にはもう。タクトったら、H 君のことになるといつも変なことばかり言うんだから。でも、H 君がいないってどういうことなんだろう。
地さんのお宅はこちらですか？どなた？私、小山美月と言います。エイチ君に会いたくて、日本から来ました。まあ、遠いところを。どうぞ、とにかくお入りください。お邪魔します。突然ですみません。エイチ君を驚かせたかったものですから。その子は？エイチに会いに日本から。はじめまして。エイチ君はどちらに？ん？エイチ君の写真？エイチはここにはいません。それって。エイチはね、2年前に亡くなりました。エイチはね、2年前に亡くなりました。エイチは私らの息子夫婦が引き取ったんですが、一緒に交通事故で亡くなりました。亡くなりました？みつき！エイチ君、死んじゃったの？嘘。そんな。それじゃ、みつきは、みつきの願いを。みつきちゃん。え？これを。エイチが残した手紙です。開封せずにそのまま取っておきました。多分、出さないつもりで書いたんでしょう。こんな形でお渡しするのも残念ですが。ようやく眠りました。そうですか。こんなことになってたなんて。わざわざ日本からいらしたのに申し訳ありません。私たちはいいんです。でも美月が、美月がどんな気持ちか考えると、せめてゆっくりなさっていってくださいね。ありがとうございます。エイチ君はどんな少年だったんですか？彼はおとなしいけれど思慮深い少年でした。だんだんとこちらの生活にも慣れて、お友達も何人かできたところだったんです。だけど、みつき、入るぞ。エイチ君。みつきちゃん。みつき。みつき。みつき。どこにいるんだ！エイチ君、どこにいるの？エイチ君、答えて！エイチはいないよ。そんなこと、どうして？
でそんなこと言うの？エチ君。これは何？エチ君の字。アメリカで暮らし始めて2ヶ月経った今、改めて思うのは、僕はやっぱり美月のことが好きだってことなんだ。一緒に暮らしていた時以上に今そう思う。でも君は僕のことを忘れないでいてくれるだろうか。時が経って大人になった君が僕のことを忘れてしまうんじゃないかと思うと、正直気が気じゃない。こんな情けない男だなんて君には知られたくないな。でもこれは君が読むことのない手紙だから、だからいいんだ。僕は僕の正直な気持ちをぶつける。美月、大好きだよ。美月のキラキラした瞳が、一生懸命な姿が、ひたむきな思いが、その穏やかな歌声が、ずっとずっと好きだったということ。もっともっと好きだと言いたかった。なのに、恥ずかしくて言えなかった。でもいつかまた必ず会えるから。だからその時はもっともっと君を好きだって、大好きだって、声が枯れるほど言いたいよ。いたの？エチ君。待って！エチ君！待って！エチ君！エチ君！会えると信じて頑張ってきたの。でも、もう頑張らなくてもいいからね。美月ちゃん！どこにいるんだ！
俺は、お前にとって俺は何の支えにもなれねえのかよ。このままここで眠ってしまおう。そしたらきっと目覚めた時にはエイチ君のそばにいられる。もう誰にも私とエイチ君の邪魔はさせない。エイチ君、早く私を迎えに来て。私はここにいるから。私のそばに来て、エイチ君、早く来て。も収録されたオリジナルサウンドトラック CD を30名様にプレゼントいたします。住所、氏名、年齢、職業、電話番号、番組へのご感想を書いてご覧の宛先までお送りください。来週のフルムーンを探しては、もう二度と歌わない。お楽しみに。